今日は14時30分を回りました未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけこの番組はやりたいことに下向きに頑張っているかっこいい大人の人をインタビューする応援番組ですお相手はラジオパーソナリティの奈緒さんですこの番組はギノワンヒルズ FM ギノワン海の見える素敵なスタジオからではなくサザンオールスターズの生まれた街 えー、神奈川県茅ヶ崎市からお届けしております、まあ、海,海つながりということでね、えーまあ、潮風がこうかかるこう、ね、流れるようなそんな感じでお届けしてまいります十五時までの放送ですどうぞお付き合いくださいさて、えー、簡単に私の、ね、プロフィールをご紹介したいと思うんですけれども、えー、私はこの番組ではやりたいことに全力投球をしている素敵な大人の人を紹介するラジオインタビュアです もう一つ私のお仕事はですね、お金のかかりつけ医というふうにね歌っていますけれども、えー、お金の基礎知識のセミナーをやったりそれから家計費の見直しをやったりそれから、えー、お金にまつわるあのお悩みの、ねえー、ご相談などにも載っています。 まああの夢とお金って結構密接にねつながっていると思うんですよやっぱりお金がないとなかなか夢もねあの実現しようっていう気にもならないと思うので、まあ、夢とお金と両方の面からあなたの未来を実りあるものにするというねそんなお手伝いをしておりますで私自身もまだまだやりたいことがたくさんでねこの実は私のこの後ろにあるのは夢マップなんですけれどもやりたいことが ずずらっと並んんでででいるすすけれどもま,あ、まずはですね自分のことをやりたい、やりたいというのだけではなくやっぱり人の応援もしていきたい、まあ、これも私の、ね、夢の1つなので、まあ、その夢を叶えるためのツールとしてこの番組で皆さんの夢をですね広くいろんな方に知っていただきたいということでねこの番組やっております、えー、さあこの番組ではですねメッセージも募集しております。 797アットマーク fm ギノワンドットコム、797アットマーク fm ギノワンドットコム fm ギノワンのホームページや youtube でもネット配信をしておりますぜひチャンネル登録をお願いいたします、えー、スマホのアプリからはですねリスンラジオとかマイチューンでいいよこちらからもね fm ギノワンと検索していただきますと、えー、出てきますのでねぜひ、えー ご登録していただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは早速ね、えー、ゲストトーク参りましょう。未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ。ここからはですね、大人チャレンジをしている素敵な方をご紹介するゲストコーナーです。今日はですね、ハリキュー松野治療室の院長。 松野康さんにお越しいただきました松野さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますではね、早速ですね、えー、自己紹介からお願いしたいんですがあのー、茅ヶ崎の隣藤沢ですかね横浜市になるんですかね一応横浜市になりますね最寄り駅で言うと、えー、大船、ね、大船はい。ねはい。どんな治療院なのかちょっとねあと松野さんご自身のこともちょっとプロフィール 自己紹介お願いしたいと思います。はい、はい、皆さんはじめまして、松野康史と申します。えー、僕は新旧市になって今、もうそろそろ30年ぐらいになるんですけれども、今この神奈川県の大船という地で開業して18年目になるところです。で、もともと僕がね、ハリキュー治療院、ね、何、なんでね、やりたい、開業したのかなっていうとですね、うん、皆様の、この、うん 受け皿、最終的にどこに行っても治らなかったっていう方の受け皿になりたいなっていう思いで開業したのが、あの、一番最初のきっかけですね。うんうん、なるほど。松野、はい、さん、ね、おしゃべり上手ですね、はい。あ、そうですか。ありがとうございます。なんか DJ に見えてきた私に、私は。はい。はい,いや、もう本当ね、うん、私もこの前ね、あの、やっていただいたんですけど、あの、すごい明確ですし、 もう今もね、あの、ここ、肩、ここがね、すっごいカッチンクッチンだったんですけど、全然まだいけますよ。あ、よかった。すごい、まだ続いてるの。すごい。え、<laughs> もう2週間ぐらい前ですよね。そうですね、経ってますね。ねすごい。うん、はい、あ。え、ね、鍼灸師。え、なんで鍼灸師さん、針り、ね、うん、目指されたんですかはい、僕はですね、この、よく多いのが、自分が体調悪かった。 のがハリで良くなったから、ね、ハリ休止になりましたっていう人多いんですけれども、僕、実はハリの学校入ったのが二十歳の時で、ハリ見たこともないし、うん、あの触ったこともない状態でハリ休の学校入ったんですよね。うん、で、もともとはスポーツトレーナーですね。スポーツトレーナーになりたいなと思ってたんですけれども、うんうん、スポーツトレーナーになるんだったら、ハリの免許持ってた方がいいよっていうアドバイスくれた方がいたので、うん、もう素直な僕なので、そのまま、うん。<laughs> 針を見たこともないけれども、それも学校に入ってたっていう、そんな経緯でしたね。怖さはなかったんですかそう、何も知らないから逆に怖いもいいもわからない。けど、まあ信頼してる方だったので、その人が言うんだったら行こうって言って、もっと入ってた学校を中退して、で、受け直した感じでしたね。そうなんですね。そこからじゃ針一本。 そこからはり一本ですね。なので、もう本当30年ぐらいになりますね。なんかあの、いろいろ苦労されたこととかもあるんですかええー、そうですね。開業してからの苦労。ですかね。開業が、うん、何年前でしたっけ開業がね、18年前ですね。それは、えっと、新居師さんになられてから何年前ですか 10年ちょっとですかね。あそうですか。じゃあ、それまではお勤めで、どこかの委員とかにいて、うんうん。そうですね。東京の目黒ですね。うんうん、その辺で10年間修行をして、という感じでした。じゃあ、開業してから結構大変だったんですかあの、目黒で10年やってて、今この大船で開業して、こっちが縁もゆかりもない土地なんですよね。うんうん、そうなんですね。 なので、たまたままあ、こちらで家を買うことになって、はい、で、通勤で往復3時間かかるんだったら近い方がいいなっていうので、こっちに出したので、<laughs> 本当にその、知り合いが何もいない状況での開業。<ー>で、さらに、家を買いました。で、次男が生まれました。その半年後に開業っていう、1年の間に家買って、出産があって、開業でっていう感じだったので、 まあまあ、プレッシャーはありましたね。まあまあ確かにね。まあ新しい土地って言ったら、じゃあお客様探しから結構大変だったんですかね。そうですね。最初半年で座ってるだけで5キロぐらい痩せましたね。本当ですか <laughs> 座ってるだけで普通太るのに。ねこの12時間ぐらいにいて、うん。ね、一人なので、 うん、あの言葉を発するのがね、患者さん一人とか二人とか来てくださっても、うん、10時間ぐらいは一人で誰とも話さないんですよね。うん、そんなのが半年間続くと、やっぱり辛労ではないけれど。<ー>うん、そうですか。来ね、うん。なんかその、うまく行き始めたきっかけってあったんですか、うん、えー、でもおかげさまでですね、1>, うんうん、1年目から黒字で行けましてですね、うんうん あの、だん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 、やっぱり路面店で、一回店舗でやってるので、看板を見て来てくださる方が多くてですね。はい,はい。うんうんはい、その人たちが来てくださって、また紹介いただいてっていう風な感じです、少し、はい、ずつ、あのー、増えて、うん、うん。まあ、一年もギリギリですけど、なんとか、黒手を得ることができたので、うん。そういう点では本当になんか皆さんに助けられながら。あとは東京を勤めてた時の患者さんも、うん、わざわざこっちまで来てくださったりだとか、まだに、 続けてくださっている方もいらっしゃるので、<ー>本当にそういう方の,あの、ねうん、ご縁とあの、そういうものに感謝してるという感じですよねうん、うん。そうですね、なんか場所もね、あの大きな通り、駅出てすぐうん、うん、ずっとこう一歩道行ったらあるので、とても分かりやすいし、うん、ちょうどこう、三角になっているところっていうかね、なんか分かりやすいところですよね。うんうん、一回行っったらもう間違えずに行くだったっていう <laughs> そんなところで。はい。でね、あのー、新居師といっても、その治療系のものと、あ,あとは美容系のものとやってらっしゃるんですよね。うんうん、そうですね。うん、なんか美容バリっていうと、最近だいぶね、うん、耳にする機会は増えてきたかなと思うんですね。はい、で,ねで美容バリ自体はもう10年ぐらい前から、うん、あの、やってるんですけれども、うちの今1回店舗でやってるんですが、2回店舗が去年、うん、去年おととし、 空いたんですよね。はいはい。うん。で、空いたので、うん。借りちゃおうかなっていう、借りちゃった感じですね。<laughs> まあその、借りちゃったのも、またまあいろいろ、<laughs> うん。あのー、あってですね。スタッフで育休中で休んでる子がいてですね。はい、うん。うんうん、その子の復活のタイミングでちょうど2階が空いたので、はい。あの、ベッドも足りないから2階借りると、あの、ちょうどいい広さになるなんていうので、あの、借りて、 で、半年、復活する半年前ですね。うん、あの、2回も借りたから5月からよろしくねっていう連絡を入れたら、実は、あの、そのまま復活しないで辞めれたらと思うんですけどえー、えー、そうなんだ。<laughs> そうなんですよ。あらあらあら。ね そうで、どうしようと思って復活しないなら上のスペースいらないし。うん、まあでもその時いろんなあの交流会とかも参加してまして、その時にあの美容系の人と出会って、脱毛機だとか、ね、うん、そういうふうなものを導入することによって、うん、あのハリーの資格がない人でもまあ扱えるような美容脱毛。はい、その辺ぐらいを 皮切りに、あの、ダイエットだとか、そういう美容の方に少し力を入れていこうかなっていう感じで、うん、1> 今、1階と2階は美容サロンっていう感じでやらさせていただいてますね。うん。ねなんか結構女性の方とかも来やすいような、うん、すごい素敵な空間でね。そう、上はちょっとおしゃれに、うん、サロンっぽく。ああ本当になんか、あの、行ったらね、あの、絵が、大きな絵がね、飾ってあって、なんか本当に目が引っ 目を引くというかね、センスいいなぁと思って見てたんですけど。これエネルギーある絵ですよね。すごいなんかほんと吸い込まれちゃうような絵で。えー、もうあの絵を見るだけでもなんか元気もらえるような感じですけど。うんうん、いやー嬉しい,、ねはい。で、松野さんのね、治療、実際私もやっていただいて、あの、面白いのなぁと思ったのが最初にね、舌を見て、健康チェックみたいな。 ことをして。うんうん、ねそこから、あと、もう本当私、肩を、ここが動かないよって言ってるのに、なんか全身やるみたいな。全身針 <laughs> <た> <laughs> そうそうそう。で、なんか普通になんかいろんな話をしていたら、終わって、うん、あっという間に終わって、あれっていう感じだったので、なんか全然その怖さとかも全くなくて、普通なんかね、針とかだとちょっと怖いんじゃないかって、 思っている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、うん、なんか不思議な感じでした。うん、でも、うん、身近な感じに。ああ、嬉しいですね。うん、その辺をやっぱ結構心がけながら。うん、ね、どうしても針って痛いとか、うん、ね、怖いとか、ネガティブなイメージが先行しがちじゃないですか。うんうん なので、そういうところをね、なんか払拭できたらな、っていうのは思いますよね。うんうん、ですね。で、ま、松野先生自体がね、こう、あの、こうちょっとフェミニンな、柔らかい感じなので、女性の方もね、きっと着やすいんじゃないかな、っていうふうに思います。でね、これから、いろんな展望をお持ちだということをちょっとお伺いしてるんですけど。はい,は,いはい、はい、はい。うん。そう。ね、このはね、ハリー級って、やっぱり立っていくのが、 ね、まあ、どの業種も楽にね、生きていける業種ってないかなと思うんですけれども、特に新旧業界はね、はい、大変だ大変だっていうのはずっと言われてるんですよね。あ、そうですか。うん。で、その中でやっぱりたくさんね、セミナーがあって、うん。で、セミナーを受けてるんだけど、なかなかやっぱり上手にならなかったりだとか、まあ、他の治療院からね、うちに患者さん来られた時に針を受け入ったんだけど、よく効果がわからなかった。 なんで、そう、ね、いうふうな、ね、声を結構聞いたりするので、はい、やっぱりその辺をしっかり習ったものを身につけられるような、うんうん、なんかそういうふうな、ね、育成というかですね、その教育みたいな感じのものっていうのもできて、うん、もっと針が、ね、本当にしっかりした技術を提供できる先生が周りにいっぱいいて、うん、針がもっともっと日本に浸透していけるといいななんていうのはね、思ってはいますね。うん、うんうん なんかね、ちょうど2階のスペースが、あの、スピナーもできるようなスペースも終わりで、うんうん、でね、そこで、まあ、あの、松野先生は本当にすごい技術的にね、あの、優れた先生だと、私も、あの、素人の私でもそう思うんですけど、やっぱりこう、憧れてらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、ご自身の従業員さんだけではなく、それ以外の、あの、若い方の育成もされたいっていう、そういう思いだっていう。 そうですね。なんかそういうのも後々っていうのはね、うんうん、していけたらいいなっていうの。うんうん、本当にね、なんとかね、よくなりたい新経師としてずっと一緒やっていきたいと思える人を応援できたらなっていうのは思いますね、うん。いいですね。素敵ですね。ね、松野先生のちょっとプライベートなこともちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。うん、はい。なんかご趣味とか。はい。最近はですね、今年からなんですけれども。はい。 今、おみこしにハマっておりましてですね。意外、おみこし <laughs> おみこしを今年から、えー、そう、おみこしの会に入会して。ああ、なんかさっきちょっと Facebook 見てたんですけど、うんえー、お祭り行ってましたね、えー、そういえばね。お祭り行ってきました。この間、先週も、鎌倉ですね。はい、はい、はいああのー。お祭り、おみこしを担いできたり。担ぐ。担ぐ。担いでます。 はい、あ、今も肩バリバリになりな、うん、<laughs> 自分でこう治療しちゃうみたいな。やらないと。<laughs> え、なんでそのおみこしなんですかおみこしはですね、僕もまあこの地で18年ね、開業、うん、してやってきて、で、なんか地域貢献を、うん、なんかそろそろ、なんか地域の人ともっとなんか密接に関わってできたらいいかなで、うん、なんかある、あの、市議さん、市会議員さんに相談したところ、うん、このおみこしの会を、 紹介してまして。えー、だったらもうこの会がいいわよ。っていうので、紹介されたので、はい、素直なので、僕はまたそのまま <laughs>。<laughs> はい、入会をして。はい、で、やっぱりね、入るだけじゃ意味がないので、やっぱしっかりとそこの行事に参加して。で、やってるうちに本当におみこしがね、面白くてですね。なので、楽しみながらそういう貢献できたらね、よりいいなっていうところで、今はね、おみこしに。 そうなんですね。はいえ。まだ始められて短いんですかいや、本当に今年入ってなので、うん、で、子供の時とかもそういう子供にこしとかってね、うん、あるけど、やったこともほとんどない。一、うん、回ぐらいあるかな。うん、うん。なので、本当初めてまだ1年未満な、うん。そうですか。うん、大船とかね、鎌倉とか、結構ね、うん、お祭り系ありますよねあの。多いですね。うん。 これからちょうど秋なんでね、いろんなイベントがありますよね、うん、きっとね。そうですね。うん。ねなんか、でも、お忙しいじゃないですか、すごく。うんうん。はい、どうやって時間作ってらっしゃるんですかもうでも、先に、そういう予定から入れてっちゃう。ああ。とか。<ー>そうですね。うんうん、なんで、家庭の時間がなくなってたまに、ね、もういるかいないかわからない存在にさせられちゃってたりとか。<laughs> 本当か<に> <laughs> <laughs> なんか週末はあのお子さんのご飯作らなきゃいけないみたいな。うん、はいはい、そうですね。やったりとか、うん、なるべくやっぱ時間あったら、まだ子供一番下が中学生なので、<え>まあ試合の応援に行ったりだとか、なるべくするようにはね。 うん、心がけてはいいんですけど、うん、本当にそれもしないと、どんどん忘れ去られてしまうので。<laughs> いやいやいや、そんなことはないと思いますね, <laughs> ね。やっぱりあの自慢のお父さんなんじゃないかなというふうに思いますが、<ー>あね、あの忙しいから、本当、体の方はは、ね、気をつけていただきながら、で今はなんか、あのー、健康経営っていうのもされてますよね。 はいはい、そうですね。うん,うん、うん、はい。ちょっと日曜日毎朝ですね、7時から、あの、仲間とミーティングをしてるんですけれども、ね、はい、あのー、今ってやっぱりもう人材が大事ですよっていう風に、ね、うんうん、言われてるので、いかにやっぱ長く、ね、自分の会社で働いて、ね、もらえるか。 はい、と,いところに、ね、その従業員の健康にどれだけ投資できますかというのが健康経営の考え方で、うんうん、今経産省ですね、経済産業省が健康経営認定というものを出してまして、うん、まだまだそれが広がってないので、うんね、それの啓蒙活動だったりだとか、あとはサポート、あの認定をちょっと取得してみようかなという方のサポートをしたりだとか、そんなことも。はい、なので、従業員さんに、僕も月に1回訪問、あの、うん 施術を、一時に行ったりとか、してますね。一緒に。えっと僕と僕が行って、そこの会社で、針治療をしてるんですよ、ねうん。ああ、なるほど、あの企業さんに。企業さんに行って。はい。そうなんですね。そうすると思う。やっぱりこう体もリラックスして。し、うん、すます。お仕事頑張ろうみたいな。 大事ですね、やっぱりね、体が基本なんでね、本当に皆さんも気をつけていただければと思いますが、そんなね、新灸の,の,の治療室の,あの松野先生のところなんですけれども、情報、どうやったら入手できますかね。うん、今、画像的にはね、LINE とかあのインスタとかのね QR コード貼られて、これをあの画像でね、YouTube の、うん ご覧の方は読み取っていただければ大丈夫かと思うんですが、大丈夫だけで、はい、耳だけで聞いてる方にはどのようにご案内しますか、はい、あとは、ハリキューマツの治療室で検索をしてもらえると、まあ、うちの名前なのでもうトップで、あのー、出てきてくれます。はい、あとは、大きなハリとか。大きなハリ。そういうので検索していただいても、うん、はい。あの、出てきてくれるかなと。はい。 これで、あの、美容バリとかも受けられたりとかってするんですか、ねうん、ホームページに全部乗っかってるので、うんはい、本当美容バリ以外もいろんなメニュー結構多彩に、あの、扱ってるので、こんなにいろんなことやって習ってるのが、ホームページ見てもらえると分かるかなと思うので。うん、ですね。はい。本当にあの、美容系のものもいろいろと取り扱って、ね、うん、いけそ うん、待ち合室で待ってると、なんか、うん、これ何あれ何すごい、なんか、<laughs> もうなんか突っ込みどころっていうかね、なん <laughs> だろう聞きたいっていうのがたくさんあったので、うん、ぜひ皆さんもね、あのー、まあ、お近くの方に限定されてしまうかもしれませんが、まあ、都内とか、えー、横浜の方は、あの、行きやすいと思いますので、うん、はい、ぜひ、あの、最寄り駅は大船、東海道線の、はい、えそれから、えー、横須賀線横須賀線、あとは京浜東北線、うんね、あと大船モノレール。うん あモノレールもあるんですね,あですね。すごく行きやすいところなので、はい、ぜひ皆さんも、あのー、アクセスしていっていただきたいなと思います。ホームページもね、すごい分かりやすいしあの、初回割引みたいなのもね、いろいろあったりするので、ねはいはい、ぜひぜひあのご覧いただければなと思います。しお願いします、はい、さあ、えっとね、毎回あの皆さんには曲のリクエストをお願いしているんですが、 今日はですね、いろいろね、あの考えた末に、うん、平井大さんの「Life is Beautiful」はいはいこちらの曲をね選んでいただいたんですけれども、うん、えっとこれなんで選んでいただいたんですかね。これねやっぱ歌詞すごくあの好き、まあメロディーのテンポもあのすごく、うん、あのメロな感じでうん、うん、あのいいんですけれども、内容もすごく良くてですね、うん、僕がちょうどこの業種、はい、交流会であのプレジデントって一番上引っ張っていく。 タイミングで、やっぱりそういうのをやってる時もいい時あれば、はい、悪い時あれば、そういう時期だったので、うん、まあその辺をね、まあ、この歌を聴きながら、うん、なんかいろいろあるよなっていう風なね、なんか前向きにさ、あのー、せられて、させてくれた歌ですね。うん、なるほどね。松野先生の,、まあ、あのストレス発散の一,、うん、一つみたいなうん、うん。そうですね。うん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 。いいですね。 なんか本当にあの、ほっこりするというか、もうなんかじーんと染みるような歌でね、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいなと思います。まあ、あの、沖縄の方はね、この曲聴けてるかなと思うんですけれどもね、ぜひぜひ皆さんも平井大さんの Life is Beautiful、ね、こちらの曲聴いていただければなと思います。 さあ、もうね、そろそろお時間になってきてしまいました。早いですね。あっという間ですね。本当にあっという間ですね。だかか、あのー、もうちょっと言いたいよ、みたいなことあったら、まだちょっとだけ時間あるんですけど。あ、うん、本当ですか,う,ですかうん。そうですね。僕、まあ、うん、ね、ほん針がね、たくさんの人に、あのー、受けてもらえれば嬉しいなって思ってはいるんですよね。まあでも、針にか、ね、限らず、やっぱ健康でいることってすごくね、うん 大事なので、さっき一番最初に奈おさんが、ね、夢をやるのにお金も大事だ。うん。で、その時やっぱ体も大事だ。うん。<laughs> ね、体も、やっぱりお金も、やっぱ全部がやっぱ、 あのー、一つになって、やっぱりいろんな、ねうん、やりたいことをやれるかなと思うので、なんかそういうもののサポートをねみんなでできていけたらいいななんて思ってます。ですね。うんうん、なんか病院に行くと、本当に、なんていうか、薬飲んだりとか、うんうん、そういうので、私も薬はも好きじゃないんですけど、なのであの、針とかでね、あの簡単にこう治療できるんだったら、 まずはそちらの方からね、試していただくっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに私も思うし、とてもあの、こう身近な存在として、うん、街のあの、相談に乗れる。はい。ね ね、ところとして、すごくいい空間だなと思いましたので、<あ>ぜひですね、です <laughs> 皆さんも本当にあの、針、怖くないよっていうことに <laughs>、お伝えしながら、はい、お別れしたいと思います。<laughs> はい、ではね、えっ、ー、と、今日はですね、あの、針級松野治療室の院長。 えー、松野康史さんにお越しいただきました。松野先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうなんか。はい、またいろんな告知があったら、ぜひ、うん、あの、番組利用していただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えー、この番組はですね、えー、YouTube でも配信、後日ね、配信しておりますので、ぜひこちらの方もご覧ください。YouTube 見ますとですね、松野先生の、あの、顔も、素敵なお顔と、うん、それから、あの、インスタとかね、 えー、LINE 公式サイト。こちらのご案内も QR コードでね、えー、できますので、ぜひこちらの方もご活用ください。はい。それではまた土曜日の1 0時30分にお会いしましょう。大人チャレンジ、人生は夢だらけ。お相手はラジオパーソナリティのなおさんでした。もちもちありがとうございます。ありがとうございました。